F1 ライフチャンネル TARO 太郎ね。来期リザーブ決定のローソン、角田裕毅に勝っても満足感はない。じゃあ譲ってよ最終コーナーで最後譲ればよかったじゃんそしたら森脇さんも「すごーい」って言ったやつでしょきっと。それ分かる人おじいさんじゃないか91年の日本グランプリ背中最後に最終コーナー譲ってベルが優勝させて「すごーい」って森脇さん言うっていう。あれなんか我々は感動した側ですけど、ベル側は怒ってね、本人からしてみたらやっぱりこう譲られるってバカにしてんのかとってことだよね。いいですてかまあ譲るんだったらさっと譲っとけよってあんだけ差つけといて何譲ってんだよっていう腹立つね。レースとしてはベルが先行させて後ろのマンセルを背中を抑えるっていう、まあ、一応チームプレーやってたから。まあね、途中で逆転しちゃったんだけど、最後にまた本来はあなたが勝つべきだったから勝たせよう、今時でいう戻したってやつね。そうそうそう、まあまあそういうね、だから森脇さんすごーいすごーいってね、まあそういうシーンが今回あってもよかったんじゃないのみたいな。最終コーナーでね角田先行してすごーいってなってもよかった。そしたらみんな大騒ぎしなかったんじゃないですか。やっぱりこれ何、ローソン選手は躍起になってたの、産む角田だけにあんまりなってやらねえめちゃめちゃそうですよ。まあ角田君曰くもうレースの順位とかどうとか関係なく僕に勝てばいいみたいなレースしてたんで1周目のバトルもそうだし、その後のレースもずっとそう、最終スティントそうだっていう、まあ角田君としてはそう感じたっていうね。まあ当たり前ですよ、だってローソンだってチームメイトに負けたら自分の将来ないような評価がね。まあだってもう日本グランプリまでかもしれないし、カタール乗れるかどうかわかんないけど、残り少ないレースで自分の実力を見せとかないとっていうか、まあもうその時点で来年のシート内容は決まってたわけだけど、ただまあねその先のことを考えても、じゃあこのあと走る機会ないし来年も走る機会ないかもしれないわけで。決めちゃああいうふうにリザーブって決めちゃったけど、でもやっぱりローソンの方がすごかったなって思わせといた方がいいじゃないですか。そのチャンスは今回しかないかもしれないんだから、そこでチームメイトに勝たなきゃっていうのはそれは当たり前の話なんで、それは日本グランプリでチームメイトの地元だからとかそんな配慮なんかもちろんしないでしょまあ逆に地元でこっちがやってやろうっていうのはね、前に出たら後悔するんだろうみたいな、それはだからチームにとって不利益になっちゃいけないんですけど、まあまあそういうそうとも言い切れない状況だったから、まあしょうがないかなとは思いますけどね。まあだからそこで角田君に、まあ、結果的に勝ったというか前でフィニッシュしたけど、だからといって別にそれに満足はしてないよっていうのは、まあそれは当たり前ですよね。それでシートね、角田の前でフィニッシュしました、これで来年のシートゲットですってだったら満足感あるけど、これでここで角田の前でフィニッシュしようが何しようが俺シートないんでしょっていう、俺が欲しい満足感はそれじゃないっすっていう、それはまあ当然の話だと思いますけどね。なんか角田君のその言い方聞いてると、まあローソン選手はかなり前のめりで、ね、つついてきて、なんかもう自分が避けないともうぶつかっちゃうみたいなところで、まあ前には出たんだけどさみたいな、僕の方がペース早かったよねみたいなまあ1周目の1コーナーはローソン結構気使って抜いた感じはしましたよ。いいですかいいですかみたいな感じで、なんかイン空いてるな、行っちゃおうかな、いいのかないいのかなって、あれ空いたよね空いたよね、行くよ行くよみたいな感じで行ったけど、その後ずっと S 字をサイドバイサイドで2人走ってて、そこは譲らなかったから、1回角田君がもう逆盤からの立ち上がりでアウトからインに入って。前に出かけてるんだけど、まあローソンそこで譲らずっていうか引かずに、まあデグナーでまたインついて前に出て、でデグナー2個目でブロックでしょ。まあでもあれもあとスプーンのブロックもレギュレーション上どうかっていうと、レギュレーションの範囲は超えてないから、完全に並んでる相手に対して1台分残さなかったら、まあ1周目だから多分ここはスルーされたと思うけど、多めに見てもらってね。でもレギュレーションに照らし合わせても、まあそのレギュレーションを超えることはやってないから、まあ角田君が引かなかったら当たってたっていうのはちょっとまあ微妙なとこかなとは思いますけど、だからチームメイト同士でやることじゃないよねっていうのは確かで、それやったことで前とのギャップは広がるし後ろに疲れるし、いいことは一つもないんで、速度が落ちちゃうからね、やりやっちゃうと。でもまあそれを言っても、じゃあ角田が後ろから攻めなきゃよかったじゃんっていう話になるので、公平に見ればね、こっちから見れば角田君行かせろよって思うけど、はい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 、ローソンからすると、いやじゃあツロだからこんな無理なツッコミしてこなきゃいいじゃんっていう話になるので、俺が前なんだからっていう、俺にこのブロックをさせるなよっていう話じゃないですけど、まあそれはまあしょうがないかなと思います。だからフェアに見るとね。ただまあその後の戦略はやっぱり1回目のピットストップで順位入れ替わっちゃったので、だから角田君が前に出たんでしょ。そう。それはチームの戦略としてはやっぱり。ひろゆきの前をキープするためには必要だったけど、ローソンからすると不本意なというかちょっと理不尽な形で順位が逆転してしまったので、そうなんだ、本当だったらローソンが先に入って角田君が入ればそのままの順位でまた第2スティントもレースするはずだったから、前に走ってる人に権利があり、よく聞くやつね、優先権がありますよ、理想的な戦略を取ることができるわけで、普通だったらまあそのままの順位でまた第2スティントだったんですけど、入れ替わっちゃったでしょ。いわゆるアンダーカットで入れ替わって、これでまた角田君の方がペース速くてローソンが引き離されましただったらもうしょうがないから、そこは全然 OK だと思うんですけど、ここが全然引き離せなかったんですよ。ずっとローソン後ろについてたから、だったらこれ結局だからローソンからすると理不尽な形で順位入れ替わったのに、ずっと俺抑え込まれてるっていう状態だから、じゃあ今度は俺だなと。だからまあこれも角田君の戦略よりも、まあ、ローソンはもう先に入っちゃおうと、じゃあこれも先に入るのは理想じゃないけど、先に入っちゃえばとりあえず1回は前に出るので、その後、まあ角田君が自分の力で抜くか抜かないかはまた別の話っていう、とりあえずはそれで前に出るっていう機会を、チームがローソンに与えたという意味では、まあ、2人に公平にレースさせてるなと思うし。まあこのあと結局角田君のがもちろん引っ張ってフレッシュなタイヤ履いてるんで追いついてくるんですけど、コンマ5秒早かったんですけど、まあでももう前のアルピーヌがガスリーが10秒ぐらい離れてて、オコンはもう20秒近く離れてたんで、もうだいぶ離れてたね。でガスリーの方は全然角田君よりもペース早かったし、オコンはほぼペース同じで20秒差だから、まあ追いつかないよねと。だからまあチームとしてはもうそこ角田君のコンマ5秒早いペースを使わせるよりも、この2人を公平に争わせた方がいいよねっていう考え方でチームオーダーは出さずに、まあここでだからローソンにチームのために角田を先に行かせろっていうこともできたと思うけど、それで得られるもの何かっていうと、まあアルピーヌとのギャップが5秒ぐらい縮まったかなっていう、順位はアルピーヌっていうかオコンとのギャップが20秒が15秒になったかなっていう感じ。ガソリンにはどっちにしても先に行かれちゃうっていう。って考えると、まあチーム本当はそうするべきなんですけどね、チームの利益考えるとちょっとでも前にいた方がいいから、そうするべきなんだけど、でもまあもうその時点でチームとしてはアルピーノに追いつけないっていう諦めちゃってるので、そうすると何が起こるか分かんないよね。本当はそうするべきなんだけど、まあでも諦めて、どっちかというとアルピーノを追いかけるよりもローソン対角田を公平にレースさせるっていうことの方を優先しちゃったっていうところで。まあその結果ローソンはまあ一応角田君に勝ったんですけど、まあでもそういう意味ではもっと引いてみると、たった4戦しか出てないローソンだけど、チームにそこまで角田君の地元でもローソンにもちゃんと公平にレースさせてやろうって思わせるぐらいちゃんとチームを味方につけてるっていうのは確かだから、それはまあ角田君としても学ぶべきところはあるんじゃないかなとは思います。別にこれ角田君が悪いという意味じゃなくてね、ローソンはこのたった4戦でチームに対してローソンのために、もうもしかしたらこれがラストチャンスかもしれない、ローソンのために自由にレースさせてやりたいって思わせるだけの何かがあったってことだから、これはそういうこと、それは角田君もリカルドがチームに来た時にチームに対するその接し方とか味方につけ方とかってすごい勉強になったって言ってましたけど、多分ローソンのそういうところからも勉強にはだいぶなるんじゃないかなと思うんで、だから角田君としてもそのローソンが自分に勝つために躍起になってるとかっていう、そこだけじゃなくて、もうちょっとなんか引いてみるといろんなことが見えてくんじゃないかなっていう気がしますけどね。僕もちょっとびっくりしましたけどね、そのローソンに対して結構フェアに扱ったっていうことに対しては。けどもうちょっと角田君を優先するレースしてもよかったんじゃないかなと思うけど、まあそうしなかったにはそうしなかった理由があるわけでっていう気がしますけどね。まあね、日本グランプリだからこの地元集団としてはね、アルファタオル何やってんだと、ここはもうだってもう角田前に出すのがもう当然でしょっていう、前に出しても11位ですからね。それで角田10位ローソン11位のこの1ポイントの差だったら、多分角田君前に出すとかあったかもしれないけど、それもなかったし、まあ微妙なとこですね。それはまあ誰がそういう指示を要するにチームオーダー出さないっていう決断を誰がしたのか知らないですけど、まあ大抵の場合はこういう時はトストさんとかが、まあ、鶴の一声で、まあ、去年のオースティンだったかな、ガスリーと角田君のこういう時もあれもだからトストさんが指示をして、まあ、そういうああいうことになったんですっていうのは後でねそういう話ありましたけど、角田選手が冷遇されてるわけではないとじゃないでしょうね。まあフェアに考えれば確かにああいう考え方もうないわけじゃないなとは思いますし、なるほど。まあもちろんアルピーヌが例えば5秒前にいるだったら、多分チームオーダーで角田君前に出させて少しでもアルピーヌに追いついていくっていう戦略を取ったと思いますけど、残り20周ぐらいの時点ではアルファタオリとしてはもう入賞を諦めてたっていうことですよね。あれは前に角田を前に出しても背中は見えんだろうとっていう、だったらリアムに対してフェアにレースさせてあげたいよねっていうふうに、まあローソンからするとチームをそういうふうに味方につけたっていう言い方ができるし、角田君はこうあえてギャギャ言わなかったんだよね。角田君はそうですね、まあ前のローソンと僕ら争ってるのかいっていう言い方をしましたね。あ、なるほどなるほど。それに対してチームはすぐに反応できなかった。チームっていうかまあレースエンジニアは、まあ多分前に行かせるのか行かせないのかっていう話をそこでしたんだと思うけど、バックグラウンドでまあしばらく経ってからそうだ我々争ってるよって、で彼の方が古い5周古いタイヤ履いてるよっていう。まあ要するに実力で抜けよっていうことですよね。ああ、なるほど。で抜けなかったってことね、結果として。まあ鈴鹿ですからね。コンマ5秒早いだけじゃ抜けないですからね。抜けないんだそれぐらいだと。まあマクラーレンノリスとピアストリもそうでしたからね。ああ、そうかそうか。ノリスのがあの時4周オフセットでコンマ4秒だけど、まあ抜けないからどうするのってこれ自分たち損してるよねってノリスは言って、でまあ1周様子見てやっぱ抜けないから、じゃあピアストリに譲ってねって指示をして、まあ、ノリスを先行させたっていう。あの時はだからラッセルと争ってたから、あそこでまあチームメイト同士っていうか。ピアストリのペースで走っちゃうと対ラッセルで負けちゃう可能性があるので、だったらチームの利益のために生かせた方がいいよね。でそれはもう両方ドライバーも確かにその通りですよねっていう、じゃあ譲ります行きますみたいな、ああそういうことか。まあだから角田君もレース終わった後に今の説明したような状況を全部説明した上でこうだったからこういう判断したんですけどどう思いますかって聞けば、まあまあ確かにそうですね、それがまあ論理的ですねって言ったかもしれないし、まあそれでも納得できないかもしれないけど、っていうのはさっき言った通り仮に入賞のチャンスなくても少しでも前にいるべきでしょっていうのは確かに事実、ドライバーとしては自分の方が早ければ可能性にかけていきたいと思っちゃうもんね。だから最後の角田君のペースがコンマ5秒早かったのは、さっき言った通り1回目のピットストップで逆転しちゃったから、ローソンが早く入っただけだから、普通にローソンが前にいたらそのペースは生まれてないんでね。ああ、そういうこと。まあ実際第2スティントのペース同じなわけですから、角田君のペースが速かったっていうのは正直これは正しくないです。正しくない。最終スティントは速かったけど、それは5周後にピットインしたからっていう。タイヤがフレッシュだった分だけ速かった。ローソンが早くピットインしなければならなかったからっていうだけなんで。ベースの車の実力が一緒だったってことね。まあ第1スティント第2スティント見る限りはそうですよね。なるほどね。まあいずれにしてもそういう背景があったとしても、ローソンとしては別にここで角田君の前でフィニッシュすることが、まあ自分にとって目標じゃないからそこだけで満足はできないよっていうねことですよね。こんなん譲らんかいというね。まあチームプレーも大事だよね。最終コーナーで最終ラップ最終コーナーで譲ればやっぱり日本のファンはすごいってなったと思いますけどね。ああそうか、最後までいいバトルしてすごいって、まあそれで角田君がじゃあ満足するかってしないと思いますけどね、それこそベルガーと同じでここまで抑えたくせに最終ラップで譲りやがってとはなるでしょうけど、ちなみにローソンがスルーダウンしてたらどうしてたんだろうかね。俺も行かねえっつってどうぞやったから、上眼油に抜かれるっていう、まあそうなったかもしれないし、ならなかったかもしれない。まあいずれにしても入賞できてないんでしょうがないですよね。まあまあね。11位12位を争ってもしょうがないんで。これが9位8位とかね、そこの争いだったら、なんでもう角田君を前に行かせないんだってなるけど、まあそうじゃないんで、そこは正直もう触ってもしょうがないかなっていう。確かに。問題そこじゃねえっていう話なんで。ローソンとしてはそのレースシートを獲得するために。なんかが足りないよねっていう、おじいちゃんが「いやローソンや!」っていうにはなんか足りないよねが、まあそういう空気は感じてるんだろうからね。やっぱ俺はだから自分のすごさを証明したいっていう、ね、日本グランプリの前にすでに決まってたってことは、シンガポールで9位入賞しても、これやったらローソンやとはおじいちゃん言わなかったってことだから、っていうことは入賞とかそういうことじゃないっていうことなわけですよ。で何が求められてるかっていうと、ローソン自身も何が求められてるか僕には分からん、ただもう自分の目の前のレースを一生懸命やるだけっていう言い方してましたけど、ただまあ今回だから、まあ、正直もう失うものないから、まあまあそうね、レースシートを失うのは決まってるから、シート発表されたから、うん、失うもんないから、うん、お利口さんにする必要もないし、うん、自分の実力を見せてあるでっていうね。でちょっとアグレッシブにおりゃーっていう、で一番のね、直接対比決比較の相手である角田君には絶対勝つっていうので、うん、まあ、かなりアグレッシブだったかなっていうのはありますよね。まあ、そこは分からなくはないし、まあ、そこは、ね、来年のシートが決まっている角田君とこれが最後かもしれないローソンっていうのを立場を考えれば、まあ、ちょっと理解できるんじゃないかなとは思いますけど、でなおかつ勝ったとしてもこんなんで満足できないよっていう気持ちもよくわかる。まあ立場が逆であったら多分応援する側も「いや角田がよく頑張ってローソン抑えたよ」っていう「もうシート変えてやったらいいのに」って話になるんだろうからね。1回目のピットストップだってなんでローソンが先入るんだよっていう、別にローソン主力に抜かれてもいいだろうってなると思うんです。確かに確かに、まあそこだけ第3スティントでずっとこうなって走ってるとこだけ見ちゃうとなんで譲らないんだってなるけど、全体見るとそういうのがまあ分かるかなとは思いますけどね。そうだね。だからまあドライバーもそうやってレース終わった、まあ、直後はねヒートアップしてても後からチームから話聞いてああそうかっていうのが、ね、やっぱりこう応援する我々もやっぱりこうあらゆる角度から、検証して、そういう時に大切なのは F1LIFE のホームサイトっていうのがね、はい、こちら概要欄スクロールしていただくと出てきますんで、はい、そちらホームサイトを見ていただくと、一体ね、そのローソンと角田選手に一体何があったのかっていうのね、詳しく出ています。その記事はまだ出てない。あ、まだ出てない。いずれ出る。まあこの動画が出る頃に出てると思う。はい。まあチェックですね、していただいて。それ以外の話題もね、たくさん出てますので。はい。深いね話題が出てますので。深くないやつもありますよね。現地タロ装備とか。あ、タロ装備とかね。深くないのもありますけど、基本深いものが提供されてますんで、ね普段GATE とかねふわっとしたものを見ていらっしゃる方はやっぱり深いところちゃんと見て、ご理解度を深めていただくことでよりレースがね楽しくなるということで、そちらの方もチェックしていただければと思います。はい、リアム・ローソン選手、来年はリザーブということで頑張っていただければと思います。はい、次カタール乗るのかなと思った方、いいねボタン、チャンネル登録、F1LIFE T シャツは概要欄から。残りわずかです。ありがとうございました。